よーし、今日も誰かの島に行こうかなー。よし、今回は A 島に到着いたします。え、すごいでかい。待って、公園がでかいんだけど、めちゃくちゃでかくなかった？面積が大きかったぞ。この街全部が公園ってレベル。どうも、よろしくお願いします。今日は、二日ものですが、遊びに来ました。なんだ？なんか持ったぞ。ウェルカム、うなちゃん、ありがとう。今日は、のムムさんの島にやってきました。で、まあ入ったらすぐわかるんですけど、お絵かきがしてある。あ、プレゼントもなんかくれたぞ。プレゼントこれもらっていいのかな？いただきます。もう早速ね、もらった瞬間中身を見る。あ、やべ、捨てちゃった。やべ、もらったものが。あ、待って。キキララ。キキララだよ。俺でも知ってるサンリオのキャラクター、キキララ。ただ私は今、キキかララかわからないけど、足で踏みつぶしております。もらった瞬間開ける人いるけどさ、俺そんな人になりたくなかったな。あ、コンテナ。コンテナだ。あ、コンテナありがたい。コンテナはね、今自分が作ってる島に必要なもので、いただけました。よかったです。ちょっと作ってる様子は生放送で見れるのでね。もしね、気になった人はね、見てくださいね。見て、猫ちゃん。猫ちゃんの絵が描いてある。あと、俺がお金好きだからかな。お金の絵も描いてあるよ。もしかしたら金になる木ってことかな。この島、仕切りで囲ってんのかな。目の前に仕切りがね、もうあるんですよね。このレンガの壁？花壇もあるね。ちょっとどこから見ようかな。うわ、すげえ！海岸がバーベキュー場になってるよ。ここすごいね。バーベキュー場だ。これ潮が満ちた時に全部埋まっちゃうやつだ。やばいな、いろんなものあるな。で、なんでここに白骨の人体模型か？なんでここに骸骨いんの？うわー！動いたー！何これ？何これ？釜茹でできるよ、釜茹で。釜茹でだっけ？釜お風呂。何だっけ？釜の中に入る温泉。忘れちゃった。釜風呂だっけ？釜風呂さ、俺温泉行ったら結局入っちゃうんだよね。温泉に行くってことはさ、やっぱ足を伸ばして温泉に入りたいわけじゃないですか。でも、なんか狭い方が落ち着くというか、ちょっとなんか釜風呂の中入っちゃうんですよ。家の風呂と変わんないんだよな。なんなら家の風呂より狭いからさ、行く意味ないって言われるんだけど、なんか入っちゃうんだよね。誰？え？この子さ、ねえ、この子さ、顔の側面が月になってるの、この子。これキキララのとこ持ってってあげようよ。キキララって確か月に乗ってるじゃん。大きさが月と一緒なんだよ、キキララの。お月様がほっぺたにあるよ。笑われちゃった。チューリップの恋模様。チューテテ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 テ。なんかサンリオ感があるな。焼きたてのポップコーンはいかが？お花が多い。お花が多い。ここすごいな。ピンクの花ばっかりだ。とりあえず置いてんだろうな。余っちゃった花を。後輩とかしてピンクにして、とりあえず置いてんだろうな。こっちすごい赤とか黒とか、白もあるね。なんか日本の国旗の逆風みたいになってる。黒はなんだろう。ナスみたい。そうそう、上から見た時に思ったのがこの公園なんだよ。ちょっとでかくない？他の人が作ってる公園よりちょっとでかい気がする。で、バスケができてなんでお金落ちてんの？なんで公園にお金が落ちたらもらっちゃおう。え、いいの？ちょいちょいお金が落ちてるの。子供こういうの好きだよね。パカパカ動くお馬さん。俺これでお馬さんに乗りたいなって言ってたら本当にお父さんが競馬場連れてってお馬さん乗せてくれました。ポニーさんに乗りましたね。何それ？そんなことできんの知らなかった。こんなことできんの知らなかった。すごいね。喉乾いたなー。なんか飲みたいなー。お父さんファンタ買ってよー。あ、俺ファンタ嫌いだった。てか運動した後ってやっぱスポーツドリンクだよな。スポーツドリンク、ポカリスエットがいいな。公園で疲れた後はこれだね。
ただちょっと俺かぶっちゃって見にくいね。ここが住宅地になってるのか。ちゃんと道が整備されてますね。え？これはもしや、カジノ？カジノか？ラスベガスか？なんかカジノっぽくない？なんかベガス感。ありふれるベガス感。ベガスって、これ、あれだな、ネオンが、このネオンがラスベガスっぽく見えたんだろうな。遊園地かな？どっちかっていうと。カジノが良かったけどね。カジノの方がやりたいね。コーヒーカップ、あとその他もろもろ。その他もろもろいっぱい置いております。コーヒーカップっていいよな。コーヒーカップ1個あるだけで遊園地感増すからな。あとこの綿あめ機かな。綿あめ機とこの花柄のこれ綺麗だね。この屋台すげえ綺麗だ。お花好きだな。お花いっぱいや。すごいいっぱいある。今までで行った中で一番お花がある島かもしれない。花島だ。ごめんな、キキララ。今からじゃあ、お家に行きたいと思います。お家の中も見てみよう。あ、すっきりしてるわ。すげえすっきりしてる。掃除ちゃんとされてる部屋だ。いや、こういう方が俺結構好きかもしれない。ちょっと潔癖しようかない。これ、白いと。白い部屋とかさ、白い、服とか着てる人、潔癖症のイメージがあるんだよね。ここはキッチンかな？ピンクで固めてるな。なるほど。みんなやっぱりキッチンとかつけるんだな。うちキッチンないわ、そういえば。トイレもないわ。うわ、和室だけど、なんかレベルの高い和室だな。本物の竹があるんだけど。なんか、おとぎ話とかで出てきそうな和室だ。本物の竹があるとは思ってなかった。あ、でも一応壁紙なのか。本物ではないのか。子供部屋かな。ここは子供部屋かな。子供の遊び道具が、おもちゃが結構置いてあります。あ、ぴょん太郎のこけしだ。これ好きだ。洋梨が大好きなんだって。梨で固めてるのか。あ、そういえばよく見たら壁紙も梨だね。色も梨っぽい。ちなみに僕は梨を食べれません。なんならリンゴと梨の違いがわかりません。あ、キキララ感がある。キキララ感があるよ。家の前にいたキキララ感がある。ほら、星持ってるもん。下はお風呂とトイレとジムかな？固まってるね。でかいね。仕切りがないからでかいね、やっぱり。これ実際やってみたいんだよな、このパンチングマシーンみたいなやつ。これで遊んでみたい。シャワーが出しっぱなしだ。水道代いくらなんだろう。よし、帰るか。帰ろう。ありがとうございました。もう帰り、お帰りになります。やった、お金だ。お金が落ちてきたぞ。お金だ。バイバーイ。ありがとう。さようなら。ありがとうございました。のむむむさんでした。